アナトリー・セルゲイ・エヴィッチ・クリコフは、ロシアの政治家、軍人、上級大将、1995年内務大臣、1997年から副首相兼務、統一ロシアから、ロシア連邦議会会員国家会議議員に当選、会員では安全保障委員会に所属している、スタブロポリ地方、アパナセンスキー地区アイングルスキー町出身、 1966年、ソ連内務省国内軍、オルジョニキゼ高等軍事式学校。1974年、MV フルンゼ名称軍事アカデミー。1990年、ソ連軍参謀本部軍事アカデミー。ロシア連邦軍人道アカデミー。付属法律訓練センターを卒業。1966年から1990年、ソ連内務省国内軍で勤務。 1990年、ソ連内務省国内軍北カフカーズカフカーズ局長。1992年、ロシア内務省作戦特殊自動車化部隊局長。1992年から1995年、内務次官国内軍司令官。1994年11月、在チェチェン非属部隊武装解除行動指導グループに入り、 1995年2月から7月、在地県境和国領土軍集団統合司令部を指揮し、1994年から1996年、民族、地域政策省参事となった。1995年から1997年、内省。1997年から1998年、副首相県内省。最大、二難一常有する。 地域間社会組織、祖国の戦士中央会議議長、経済科学博士、社会科学アカデミー会員、3等、祖国に対する貢献に対する勲章を受賞。ありがとうございます。